お願いいたします。今日は4つの誕生日という題で、お願いいたします。亀井勝一郎、文芸評論家です。でした。1966年に59歳で亡くなっておりまして、思い出しますと、私が高校生の時に現代国語の教科書に、亀井勝一郎が載っておりました。私の人生観と黄金の言葉だったように思います。試験にも出た覚えがございます。当時はですね、大変売れた作家でありました。女性の味方というところで、そういう言われておりましたですね。啓蒙家であります。詳しくはネットで調べてください。昭和の初めですね、治安維持法で、検挙されまして、未決囚として、投獄されたんですね。それでそこで可決するわけです。結核にかかってたわけですね。それで検事と約束をしましてね、活動しないということで、釈放されるわけです。それから奈良に行きましてね、そして仏像、それから法隆寺、その他の仏閣に参詣して、その静かな姿、仏像の静かな姿、そういうものに、見せられましてね。で、心の救いを仏教に求めていくわけです。ことに親鸞ですね、浄土真宗の教義に、大変傾聴しましてね、文章の至るところに、その親鸞の言葉が出てまいります。で、20年ぐらい前ですけども、久留米市内の古本屋さんで、この亀井勝一郎の全集8冊だけ売ってたんですよ、500円で。で、それで、それはすぐに買ったんですけども、あとがまだ欲しいなとこう思いおりまして、友人に相談しましたらね、まだその頃私パソコンも持っておりませんで、青森県の弘前の古本屋にこれ全集が出てますよ、ということを教えてくれまして、早速連絡を取って残り16冊を買ったんです。本当にもったいないことでありましてね、箱入りで1000円、箱なしは500円という、いや本当にこんな貴重なものを あまりにも安いんで申し訳ないとこう思いました。それが これです。箱入りの方はこれです。いっぱいにしておりますですね。前の方の、メモが入ってたり、落書きがあったり、そういう点も古本の面白いところであります。その中の第8巻に4つの誕生日っていうのが出てきます。ここだけはなくてですね、あと2箇所か3箇所か4つの誕生日という言葉が評論に出てくるんですけども、亀井勝一郎4つの誕生日、その第1は母親から生まれる、第2の誕生日は青春時代だというんですね。大いに悩む頃であります。疑問を抱く、それに、いかに答えるか、そういう自分の考えを持つということが第2の誕生日だと言っております。振り返って、自分に振り返って、考えてみますと、確かにそうだなと。で、3番目がもう一度自分に念を押してみる、自分にもう一度念を押してみるって言うんですよね。これは宗教的誕生日とも言っておりますし、開口による開眼、開口って出会いってことです。出会いによる開眼ですね、心の目を開くという、
そして、死んで思い出として生まれる、まあ、そうですね、以前の動画で、亡き人は遺族に何を望むかという動画をアップしております。それが死んで心に生まれるということです。で、亀井勝一郎は、まあ、ここはあまり深く触れておりませんで、一番大事なのは第3のもう一度自分に念を押してみると、これが一番大事だと書いてあります。で、まあ、診断証人、亀井勝一郎は信奉者ですから、その協業心象の序文にですね、愛がたくして会うことを得たり、聞きがたくしてすでに聞く、愛がたくして会うことを得たりですね、めったに会うことができない、当然会うことができないにのに、会うことができた、でも開口出会いということですね。聞きがたくしてすでに聞く、これは説法ブッダのお話を聞きがたくして聞く、めったに聞く機会がないのに聞けた。法然上人がですね、まあこう異行道といいますね、浄土宗の異行道、この念仏異行道の門に達するまで、比叡山に入門してから30年かかってるって、これが素晴らしいって言ってですね。で、親鸞上人は比叡山に小僧に上がったのが9歳で、法然上人に出会うまで20年かかったってですね。いや、すごいですね。ここから人生変わったわけですよ。果たして私どもはそういうことが思えるかどうかあるはずですね。結婚もそうだし、就職もそうだし、友人もそうだし、ボランティア活動もそうでしょう。そういう出会いということは人生を変える、そういうきっかけになるということですね。で、最大の幸福は宗教的誕生日を持つことだと書いてありますよね。これはありがたいことですね。これは仏教だけではありませんですね。この亀井勝一郎が言うのはですね、他の宗教のことも言ってます。亀井勝一郎はですね、函館の、まあ、大きな家に生まれるわけですが、小さい頃はお母さんに連れられて教会に行ってたっていうんですよね。ですから、他の宗教を否定するということはしませんですね。それは大事なことです。今まで見えなかったことが見えてくる、まあ、確かにそのような出会いがあったら素晴らしいと思います。私はですね、個人的にはこう思うんですね。その開口とか出会いとかというと、まあ、相手は人間ということも確かにそうなんですけども、本当の出会いということも、これがやっぱり人生を変える大切な出会いではない。